中間処理にはこの、ヘナジェルをちょっと使ってです、ヘナジェルとヘナウォーターを使って今処理をしました。でその状態にここから、まあ、トリートメント剤ついてるんですが、それでヘナジェルヘナウォーターでつけた状態に、アイロンを入れていきます。で、アイロンによってキューティクルの、まあ、もちろんこの前ブリーチしてるところは非常に危険なので、はい、バックセクション入ってきます。やはりそぎが入ってるので結構止まらない状態ではあるんですけど、まあ、ウェットで入っていきます。で毛先結構危険そうだったんで、毛先だけちょっとね、オイル系ちょっとつけてみますね。あの BBQ っていうオイルをちょっとつけてみます。あの乳化しやすいあのオイルなので、アイロン自体はだいたい15分、20分ぐらいで終わらせます。まあ、このね、赤いアイロン、まあ僕的には使いやすいんですけど、これ使ってる美容師さんとか、ね、根元だけちょっとやけどしやすいんで、これ水抜きがちょっとね、溝がない分ですね、どこから逃げていいのかって迷ってしまうので、そこは気をつけた方がいいですね。根元からバツってやると結構大変なことになるというか、根元はちょっとね、吹かした方がいいですね。吹かさないと熱い。はい、であとはエアコンちょっと強めにして、いつもの僕の空冷です。でこれエアコンかなり今入れてるんで白い煙が出るんですけど、これで空気でちょっと冷ましても、やはりそぎが入ってる分結構毛がなじまないというかね、はい、このように必要なところに必要な熱を当てて、必要ないところの熱はこう逃がしていきます。で根元は危険なんでちょっと吹かしていきながら、ここから再度スイングしていきます。特にスライス幅がね、このスライス幅が広くなってきた場合はスライスして、ここは、いきましょう。この辺がやっぱりそぎがね、結構入ってるので、この辺を毛先の方ちょっと綺麗になるように取っていきます。サイド入っちゃいますね。ちょっと分かりやすいように、まあ、本来はバックやサイドかバックからやっていってって感じなんですけど、ちょっと今日は半分からやっていきます。はい、で結構このもみ上げのあたりも、グローブでちょっと引っ張りながらですね、グローブもテンションがかかるグローブを買っていただいた方がいいですね。はい、グローブでテンションかけて、まあ、グローブの指ここがツインブラシの代わりですね。これがこれ自体がツインブラシの代わりになります。で根元を吹かしていきます。でサイドスイングですね。サイドスイング入ります。顔周りサイドスイング。顔周りはね、若干ダメージが受けやすいので、ちょっとスピードを速く、アイロンを動かさないと、ちょっと熱が入りすぎてビビリモンになってしまうとちょっと危険なので、ビビリモンになるようなものは使ってないんですけど、ね、このブリーチのところはもう結構プレスタイムを置かないようにやっていかないとちょっと危険 で、この辺の毛量がね、ちょっと今回のパターンはカットラインに合わせて時間を変えてるんですけど、結構中間までの重さがドンと出ながら、中間から毛先の毛量がもう全くそぎれなくなっちゃってるんで、これ同じ速度でアイロンをかけてしまうと途中から傷んでしまうんですね。なのでこの辺はちょっとここら辺をしっかりとしながら、毛先をもうパッと動かすスルーするぐらいにしておかないとちょっと良くないかなと思います。